チルス戦を決定。さらに全体トップとなる8本塁打19打点の成績でチームを牽引し、初の最優秀選手賞受賞となりました。岡本選手には日本生命保険総合会社上野支社理事社長三田村健吾さんから賞金200万円とセガパパおやすみクッションが贈られます。